京オリンピックボランティアチームのユニフォーム、ダサい酷評。ソウルニューシスキムヘギョン記者。2020年東京オリンピックの外国人観光客案内ヘルパーのユニフォームデザインが、ダサいと、酷評を受けている。東京都が、若いデザイナーを起用して、野心的に準備した制服だが、ネチズンの反応は冷たかったと14日、朝日新聞が報じた。先月19日、東京都庁で、ボランティアの発足式が開催された。40人のボランティアが制服を着て出席した。ボランティアは、白いポロシャツ、青色のベストのストライプのネクタイ模様のユニフォームを披露した。帽子には、日本国旗を継承化した赤の水玉模様のリボンが張り巡らされていた。舛添要一東京都知事は、昨年、韓国ソウルを訪問した時、赤のユニフォームを着た韓国のボランティアでヒントを得たと明らかにした。しかし、東京オリンピックボランティアの制服を見たネチズンたちは否定的だった。あまりにもダサい、残念、東京都がデザインに干渉したからなのかなどの酷評が続いた。伝統的な日本式で作ったら、もっと良かったはずなのに、目立つには目立つなどの反応もあった。ユニフォーム担当者は、ボランティアの士気が折れると憂慮を示した。ユニフォームデザイナーは、10人が参加して、競争で堂々と優勝した藤枝真希で、彼女は人混みの中。でも、パッと目に見えることが重要だと考えた。五輪のイメージに合う白、赤、青を基本とした。ネク。タイとベストは快適さを備えているということを示していると述べた。韓国人のコメント。近所の運動会の青白軍の青だな。見た瞬間、北朝鮮だと思った。本当にダサい。知事の趣味だろう。